和歌山勝手に PR。 このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり、内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組であります。もう近畿のおまけとは言わせない。電車来た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 ぞ、電車来た、1号電車到着。1号電車って面白いな。
キット、キャンセル。ちゃん。で、この電車で、こう、玉電車ってこう、で、で、文字出てば、はい、座っとくか、はい、座っといて、よっしゃ、はい、うん、よいしょ、はい、よいしょ、電車ちょっと見ようかな、電車こう、電車好きな、はい、バイ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 ってやってくれちゃうやら、行っちゃったな。ね、行こうか。よっしゃ。ということで、交通センター前であります。交通センター前、無事帰還なのであります。帰ってきました。そうやな、まだあるね、おしまい、電車か、踏切やで、これこう、うん、女持ったら、本日は交通公園に出るのであります、交通公園であります、久しぶりでありますが、交通公園久しぶりなのであります、遊具もあります、子供たちも遊べるようになっております、交通公園であります、往年の市電であります。我らが和歌山の
自然といえばこの電車であります。なるほど、もう乗れないようであります。かなり朽ちています。乗りはんわ。うん、昔こんな電車に乗ってたやな。来てきましたが、大阪市営地下鉄平野線完成に伴い廃線となり、日本宝くじ協会の寄贈により同年12月大津公園施設として設置されたものであります。はい、行くよ。はい、よっしゃ。いかがでしたでしょうか。このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり、内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組です。もう近畿のおまけとは言わせない。次回もまたこのチャンネルでお会いいたしましょう。さようなら。